LR チャンネル金曜日担当の鈴木翔二郎です。僕が今日紹介する映画はこちらです。花束みたいな恋をした。脚本坂本雄二、監督土井信弘による2021年の劇映画です。まずストーリーを紹介します。映画 .com より。東京京王線の明大前駅で終電を逃したことから偶然に出会った大学生の山根麦と八谷絹、好きな音楽や映画がほとんど同じだったことから恋に落ちた麦と絹は大学卒業後フリーターをしながら同棲をスタートさせる。日常でどんなことが起こっても日々の現状維持を目標に2人は就職活動を続けるが…という偶然な出会いから始まった恋の5年間の行方を追った、作品です。まずですね、なんか最初に言いたいのは、花束みたいな恋をしたっていうタイトルで、菅田将暉くんと有村架純さんが出てるこの組み合わせっていうので、なんかキラキラした恋愛もの、さ、もうここ何年もなんかその日本邦画界にねある、まあ例えば、難病ものだったりとか、なんか急にどっかにあのなんか行かなきゃいけないとか、そういう映画ではないです。地獄のような映画です。もう僕が見に行ったのが2月の14日っていう、バレンタインデーで、でしかも、休みの日だったので、日曜日だったので、シネコンのこの IMAX の一番大きいスクリーンでやってたんですよ。でそこがほとんど10代から20代と思われるカップルで、何百人と埋まってて、まあそんな中僕ね、43歳のおじさんが一人映画見てて、なんていうんですかね、笑ってんのあれ俺しかいないんじゃねえかみたいな、泣いてんの俺しかいねえんじゃねえかみたいな、そのなんかね、映画の途中、映画の中でいろんなことが男女のあるあるというか起きるたびに、あれカップル全員すげえ空気になってないみたいな、笑えないし泣けないのかなみたいな、現役のカップルはみたいな、特に若い人たちはっていうぐらいに、あんなに若いカップルがいる会場がシーンとしてたんですよね。それがまあ面白くてというか、そうなるよなっていう映画なんです。でまあまあまあ、ストーリーはその本当に、すごくお互いの趣味が合う、音楽とか映画とか本とかの漫画とかの趣味が合う男女がまあ偶然出会って、で今までまあそんな人に会ってなかったので、もうなんか運命を感じた2人なんですよね、その菅田将暉くんと有村架純さんの2人が。でもうそこももうなんか、ああもう自分もそんな風に思ってた、20代の時あったなと思って、なんかいろんな趣味が合う人、女の子と会った時に、ああ運命だみたいな感じで人を好きになったりしたことあったなと思って。でもこれ、この映画本当にサブカルクソ野郎なんですよ、その2人が。なんだろうな、人を下に見てるつもりはもちろんないんだろうけど、でも当時の俺もそうだったように、今この40代になってあの若い2人を見ると、すげえ、その例えば映画を知らないとか音楽を知らない人、本を知らない人をすげえ下に見てると思って、そこはもうちょっとこのおじさんから言わせてもらうと、お前ら気をつけろよと、そういう風に人を下に見んじゃねえぞって思って、そこもまず刺さったんですよね。押井守を知らない、サラリーマンと OL をすげえ下に見たりとか。でもね、俺会ったことあるんですよ、本当に。押井守さんじゃなくて、映画好きだって言って話した時に、本当にね、ショーシャンクの空にが一番好きな映画だって言ってる人に俺何人会ってきたかと思って、この劇中にも出てくるんですけど、サラリーマンがね、ショーシャンクの空にっていう映画が一番すげえ最高に良くて、つって、俺映画好きなんだけど、つって、泣けるんだよ、つって、もうその映画でも何でも泣けるんだよっていう人をどんだけ俺下に今まで人生で見てきたか、泣けるんだよ知らねえよって話じゃないですか。泣けるを基準にすんなよっていう、まあもちろん本人もねそんなつもりはないんでしょうけど、でも泣けるんだよとか、あとショーシャンクの空にが一番好きな映画だって言ってる人を俺すげえ小バカにしてきたなと思って、
その絵、それがこの映画の中に出てきて、もうね、反省しました。でもね、他にもね、好きな本で穂村弘さんとか、まあ、あと音楽「キノコ帝国」、まあ、キノコ帝国なんて本当にね、クロノスタシスを2人でもう明大前の甲州街道のとこ歌いながら行きますからね。なんかね、その本当に刺さるんですよね。もちろん知らない、出てくるね、本とか漫画とか知らないのも多いんですけど、でもなんか「キノコ帝国」とか、まあ、羊文学とかね、あとまあナンバーガールの T シャツ着てたりとか、まあ、あとまあ本棚には「アキラ」とかね、相沢陸とかあって、あ、それこそなんかね、人ん家行った時に本棚見んのって俺も大好きだなと思って、本棚ってなんかほんと頭の中見られるようで、頭の中っていうか心の中から、なんか照れくさい部分もあるから、なんか人ん家行った時に本棚見んの好きだなとも思ったりするんですけど。そうそう、ピンポンとかもあって、だからピンポンとかアキラって本当に年代問わねえんだなと思って、なんか自分の青春時代の読み物だと思ってたけど、今回の劇中にも出てきてたりして、星よりこの相沢陸とかね、まあまあ本当うちにもあんなと思って、なんかそうそうそう、そういうのも共感を持って見てたんですけど、でもなんだろうな、そのサブカルクソ野郎ね、ジャック・パーセルの靴が一緒だったりとか、ジャクサの、トートバッグが一緒だったりっつって、本当に一つ一つのことがなんか今までそういう人に出会えなかった、大学共にね、大学とかでなんだろうな、その自分の好きなことを話す相手もいなかったのかもしれない。でなんか合コンとかカラオケに呼ばれても、自分はなんかその人数合わせだったりした2人が偶然本当にその終電逃したことで、その同じ趣味の人に出会えたっていう最高の瞬間を描いていて、でそこがスタートで、そこから付き合っていくうちの5年で、本当に最初はもちろん楽しいことばっかりなんだけど、だん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 何かを失っていくっていう、でその失っていくきっかけっていうのが、まあ、例えばその同棲するようになってから、男の麦君の方はイラストレーターになりたくて、でしかもその麦君が描いてる、菅田将暉君が描いてるイラストもすごいいいんですよ。でもそれが本当に個人のね、フリーでやってる人のまたすごく嫌な面を描かれて、そのどん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 買い叩かれる、それでもうその麦君は疲弊しちゃって、でも2人の同棲生活を続けたいからって言って、じゃあ自分は就職するって決めたりして、彼女の方の絹ちゃん、有村架純さんの方は別にそれを求めてないんですよね。就職なんてしなくていいとも思ってるし、好きなことをやってる麦君の方が好きだからって。でも男だからとか、そういう理由で、日本社会の本当そのホモソーシャル的な考え方で、いや俺がやっていかなきゃダメなんだみたいな勝手な責任感を背負って、麦君は就活して就職して、で5時に終わったらその後帰ってきたらイラストまた描けるって言ってたんだけど、結局5時で終わるなんてまあまあ嘘で、8時9時ってなって、どんどんでもう本も読まなくなり、麦君の方は映画を見るって時もね、秋香里巻の映画をユーロスペースかどっかに見に行ってますけど、それもなんか義務感で、家族サービスっていう俺すげえ嫌いな言葉があるんですけど、そういう感じで、別にまあまあ結婚はまだしてないんだけど、そういう感じで付き合っていって、その麦君がどんどん自分を失って、本は読まないで、挙句の果てにはもうその最後、本屋さんので探してる本がもう、なんて言うんだろう、そのサラリーマンの、その自己啓発的なそういうの本を読んでて、それをもうその絹ちゃんが見て、がっかりっていうか、なんかまあ寂しく思う、変わっちゃったねと思う。なんすかね、昭和のね、本当まあこれもステレオタイプなお父さんがよく奥さんに、誰のために働いてる、誰のおかげで食えてると思ってんだみたいな、誰のために働いてると思ってんだっつって、自分で自分の首を絞めちゃうみたいなね、そのだって奥さんだって別にそんなの望んでないし。なのになんか勝手に男がね、義務感を持って、なんか自分を犠牲にして働いてるんだ、家族のためにみたいな、なんかその日本社会が抱えるそのホモソーシャルな、きつい部分をが、大学生からその社会人になるって瞬間にもう麦君にも背負っちゃって、誰一人幸福になんない、このあれ何なんだろうなとかね、その圧迫面接とかもそうですけど、なんかまあ特に
男は男で自分たちの首絞めてるなっていうこの社会。いやー、まあ本当地獄のような映画でした。まあ素晴らしいですね。特にラストのファミレスのところとか、それこそララランドみたいにもう一個あった可能性みたいな感じで描かれる、あの展開素晴らしいなと思って、でそこから再生できんのかなみたいな。でもこっちを選ぶんだって、こっちを選ぶんだっていう、それを選んだ方が俺は今回の映画のラストはそれを選んだ方が良かったと思うし、もしそれを選ばなかったらどうなってたんだろう、それもまたもしかしたら地獄だったのかもしれない、空気みたいになっちゃってたって、その劇中のセリフにもあるんですけど、なったりするのかなとか思って、10代20代がの人たちが見るより、多分30代40代のこういう経験してきた人たちが見て、もう悶絶したり反省したり、全然若い、映画館はもう若い子たちで溢れてるんですけど、全然30代40代の人が見てももうぶっ刺さるっていうか、まあ、地獄のような死にたくなるような映画です。もしもありがとうございました。また来週よろしくお願いします。鈴木正次郎です。